こちらは加藤の165系急行電車で、急行佐渡というネーミングで発売されていた製品を、例によって収納箱を12両編成用に改造してコレクション化していた編成です。はい、こんな感じ。いつもの収納方法ですね。急行佐渡ですが、クハとモハとクモハ、165系の場合、最短でこの3両編成で走ることができます。この走行可能な3両がここに3両、ここにも3両、最短の走行ユニットが3ユニット、それにここに中間付随車が3両挟まっているんですが、実際の佐渡編成では付随車は4両だった。で、もう1両はっていうと、実は別の箱に収納してあるんです。12両収納箱では入らないので、ここに185系の12両収納をオーバーした車両たちと一緒に入れてあるんです。これが165系佐渡用の佐波と佐橋ですが、加藤の佐渡編成の基本造結セットにそれぞれ収納されていた車両たちです。実はこの佐波164、ここに売店がついている仕様なんですが、実際の編成ではここに佐橋165が連結された編成もあったので、どちらも使える。模型では佐波164が造結セットに、佐橋165が基本セットに入っていたので、そんなコンバーチブルな編成を組めるよう配慮されていたんです。電気おじさんが喜びそうな配慮ですね。今回はこの2両も含めた14両をなんとか1箱に収納したい、そうすれば運転会への持ち運びも便利になると考えました。実は東北の455系松島たす蔵王が13両編成だったので、それをなんとか1箱に収容しようと考えたのですが、硬直両用電車ではここに検電アンテナがついているので、そのためにここの収納幅を詰めることができなくて断念したんです。その時の動画で直流電車なら可能ではないかって思ったんです。なのでこちらの165系でトライしてみることにしました。今回はすでにコレクションにある佐渡の収納箱を14両用に作り替えるお話ですが、どうぞ最後までお付き合いください。はい、電気クラブです。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。14両収納できる箱は、以前に僕の12両収納箱制作動画を見た視聴者様がさらにプラスアルファの発想で考えてくれたものなんです。縦方向に10両、そして横向きに4両収納するのがベストなんだと思います。縦方向の車両10両をこのラインまでに収めて、こちら側に横向きで4両、入りそうなので早速トライしてみることにしましょう。14両収納だとスペースがギリギリになるので、まずは収納箱周囲を 1.2 ミリ厚のプラ板で補強しておくことにしました。それでは 1.2 ミリ厚のプラ板をカットして、まずは収納箱の縦ラインを補強します。採寸してカット、その後寸法確認しています。補強板ですが、なくてもいいかなとも思いますが、大きな地震で保管箱が倒れてきた経験があります。そんなことを考えると、内乗り寸法に1ミリでも2ミリでもスペースがあるなら補強板を入れておく方が安心と考えました。そうしたら長さ145ミリの位置で中敷きにする画用紙をカットします。145ミリはいつも20メートル級車両の中敷きに設定している寸法なんです。実際に車両を置いて確認です。左端をカプラー先端に合わせると、ほらこんな感じ。右側に最大でまだ5ミリぐらいの詰め代があるようです。箱の縦の長さですが、300ミリに3ミリほど足りません。そのためいつものように30ミリ間隔にすると縦方向に10両入れられません。したがって3両あるパンタ車だけ30ミリにして、その他の7両は28ミリに設定することにしました。
はい、折り代になる線を描いてみました。こちらからクハモハクモハクハモハクモハ、要はここにパンタグラフ付きの車両が来ます。なのでパンタ付き車両のところだけ30ミリで、その他は28ミリに設定してあります。電車が入るか確認してみましょう。それでは折っていきましょう。谷折り山折り谷折り谷折り山折り谷折りで谷折りですね。いつものように中敷きを裏返しして折り曲げて、車両が乗る部分をくっつけるようにセロハンテープで貼っていきます。はい、そうしたら表側を上にします。こことここが30ミリですね。問題は28ミリ幅の部分ですが、入りますね。あ、結構いっぱいですが入ります。むしろぴったしカンカンのような感じでグーですね。30ミリのところは逆にパンタなしの車両には余裕すぎるくらいの遊びができています。ではこの寸法で重量分作ってしまいましょう。今回は収納する車両の形式によって幅を変えてあるので、早々にタックシールに形式名を書いて貼っておくことにしました。その様子をご覧ください。タックシールは以前にダイソーで買ってきたものを使っています。ここは5倍速で見ていただきました。そうしたら縦に重量入るように中敷きを両面テープで接合します。はい、こうですね。これで縦に重量分の中敷きができました。それではここにも車両の形式名を書いたタグシールを貼っておきましょう。ここがクハ165、ここが30ミリあるのでモハ164、ここは28ミリなのでクモハ165になります。最後の10両目にサハシ165を入れましょう。このサハシはコンバーチブル仕様になるので、売店付きのサハ164とどちらかを編成に組み込むことになります。それではここで中間の検討会、つまり打ち合わせです。ここに縦に 1.2 ミリ厚のプラ板で仕切って、残りスペースにあと4両を入れるにはこれではちょっと厳しいです。こちらがさっき確認した限り約5ミリほど詰められましたよね。一気に5ミリ詰めてしまいましょう。とはいえビビリなので、最初に3ミリ、次に1ミリ、そしてさらに1ミリ、カットと確認を繰り返して重量の中敷きは幅140ミリになりました。これをここにこう入れて貼り付けた時に隙間が5ミリできるので、ここに5ミリのスチレンボードを貼り付けました。こちらには 1.2 ミリ厚のプラ板で壁を補強します。そうしたらプラ板の壁がこうはまりますが、ちょっと長いので寸法調整をしておきましょう。これでここにこういう向きで4両入るわけですが、寸法的な問題はクリアになりました。4両入る中敷きを作ります。あれれ、重量用の中敷きまだ貼ってなかったようですね。手前からこうやって左へ寄せながら下から上へ貼っていくんです。では手前の4両分の中敷きも作ってしまいましょう。こちらの4両は全て付随車なので中敷き幅を 27.5 ミリにしてあります。屋根上の最も背の高いパーツが分散クーラーなのでちょっときつめですが、27.5 ミリでいけそうです。うん、ちょっときついですが、きちんと収納できることを確認できたので、これで固定したいと思います。それでは中敷きに両面テープを貼ったので、ここのスペースに貼り付けます。左側の壁にぴったりとくるようにするのがコツですかね。続いて右側の中敷きを貼り付けますが、こちらは当然右側の壁を基準にして貼るんです。はい、こんな感じです。最後にこの部品をこちら側に取り付けます。ここですね。
それとここ。そしてここ。ここですね。これは車両がこう入った時にほら、こういう向きで保管されることになるので、カプラーを浮かしておくためのスペーサーです。横向きで保管される車両にはカプラーを保護するためのスペーサーは不要ですよね。はい、14両入るケースができました。それでは収納箱の外装を仕上げる前に急行作動を収納してしまいます。まずクハ165、次にモハ164、トモハ165、ここですね。次のクハ165でモハ164、これモーター車です。そしてクモハ165になります。で、次のユニットのクハ165で、モハ164、クモハ165がここに入ります。最下段には後でタハシ165を持ってくるので、売店付きのタハ164がここですね。で、タロ165が2両こことここに入ります。そしてこちらの箱からタハ165がここで、タハシ165がここに入ります。はい、14両収納完了です。どうですか、こんな感じに収納できました。今までの12両をしのぐ密度感ですが、うん、満足です。これで運転会に急行作動を持っていくとき一箱で持ち運べるようになりました。では外装も仕上げてしまいましょう。それでは外装も仕上げてしまいます。まずスリーブをかぶせた状態でスリーブの窓から上下左右をボールペンで描きます。今回は青いボールペンで印をつけたので見やすくなったでしょうか。そうしたらパソコンで作っておいたネーム表示を準備します。両側の毛書き線の内側に文字が来るように位置決めしたら、箱の加藤の文字の下約2ミリの位置に貼り付けます。はい、ぴったしカンカンに貼れましたね。そうしたら背中にもネームを貼り替えてしまいましょう。僕はワードにフォーマットを作ってあるので、ちょいちょいと列車名だけ変えてファイン紙に印刷すれば出来上がります。そういえばレンタルレイアウト今日の駅で出会った中学生の子にもワードのフォーマットを USB で差し上げたんだけど、使ってもらえていたら嬉しいです。はい、こちらが165系の最短編成ですね。クモハ165 MC 車で、これがパンタ付きのモハ164 M ダッシュ車で、これが制御付随車クハ165 TC 車になります。この3両を組み合わせて165系は走行することが可能になります。急行作動はこの3両ユニットが3ユニット、ここに1ユニット、そしてここに1ユニット、こちらにも1ユニット、この3つのユニットにここの中間付随車、ここには5両いますが、この中から4両、タロ2両とタハ165はマストですが、こちらの売店付きのタハ164か、こちらの搬出食堂車のタハシ165か、いずれかを選択して4両の付随車を連結していました。昭和中期から後期の上越線上野新潟間には急行佐渡と特急トキが活躍していました。もちろん上越新幹線などまだまだ存在せず、特急トキで3時間50分、急行佐渡では4時間30分かかっていました。1972年のダイヤで特急トキは7往復に増えており、急行佐渡も臨時便含めて10往復走っていました。特急トキは大宮、高崎、水上、越後湯沢、長岡、東三条、新津など主要駅の中から4から5駅しか止まらない伊達天ぶりで、
急行佐渡がそれを保管していたんです。特急停車駅以外に赤羽、熊谷、渋川、沼田、六日町、小出、小千谷、見附、加茂など沿線の主要駅に停車しました。そして特急を増やして急行を減らす国鉄の施策により、急行佐渡は次第に本数を減らし、代わりに特急トキが本数を増やしながら途中停車駅も増やして、やがて上越新幹線の誕生へとつながっていきました。165系急行型電車は 120kW のハイパワーモーターに翼足ブレーキを完備していましたが、時代の流れの中に消えていきました。こちらがトミックスの165系です。こんな風に中山道線の急行グムサシなんていう架空の列車に仕立ててあります。トミックスの車両ですね。ハイグレードシリーズなんですけど、20年以上前に買ったものと記憶しています。この西武の奥武蔵のヘッドマークがかっこよくって、架空の急行に仕立てています。ですが見てください、当時の終電システム。構造的に摩擦抵抗が大きくて、多少の坂においても転がっていかないくらい。今は改善されているんですが、だから当時はモーター車を2両買って、ここに1両ここに1両、モーター2両入れても勾配線区へ行くとアップアップ、153系じゃなくて165系なのに。可動性と比較してみますね。可動性と並べてみるとどうですか。古い製品ですが、さすがハイグレード仕様、出来栄え的には最新の加藤に負けていません。しかし走行性能は全然ダメなので、運転会に持っていくことはありません。台車と M 級モーターを全て改良型に交換すれば走るようになるんでしょうが、これ以外にも交換したいトミックス車両は他にもたくさんあるので悩んでしまいます。雲波165ですが、上が加藤で下がトミックスです。やはりカラーリング、色味に若干の違いがありますね。そしてサッシュの細さは加藤に軍配です。屋根上、つま面、どちらも遜色ない仕上がりでしょうか。床下のモールドは違いますね。これは明らかにデザインが違うので、プロトタイプの違いなんでしょうかね。こちらが加藤、こちらがトミックス、クモハ165でした。なおこの時代のトミックス製にはジャンパー線などの設定がなかったので、これは後で加藤のジャンパー線を追加加工しています。次はモハ164を見てみましょう。はい、モーター入りのモハ164同士の比較です。上が加藤、下がトミックスです。どうでしょう。出来栄え的には大きな差はありません。加藤はここのトイレ周期抜き窓にグレーの H ゴムの表現があります。トミックスはモールドだけです。つま面ですが、トミックスの方は800番台なので屋根が低屋根になっています。床下ですが、これはモーターの大きさの違いでしょうか。小ぶりの加藤に比べてトミックスは車体幅と同等に大きな横幅が取られています。上が加藤、下がトミックスです。なので床下機器のサイドからのディティールも加藤の方が立体的でよく彫り込まれていると感じます。走行性能も当時のトミックスの M 級モーターは品質が不安定で、あまり評判が良くなかったのも事実のようです。あくまでも当時のお話です。M 級モーターの不良品を送ったら M13 モーターに交換してくれるサービス、やってくれないかな。はい、次はサロー165ですね。上が加藤、下がトミックスです。どうでしょう。どちらも1枚窓を上げ下げする時のつまみやサンバイザーなどの表現が秀逸です。うん、いいですね。床下は転がりの悪いトミックスの台車に心がへこんでしまいます。簡易運転台の表現も同等にできています。左が加藤、右がトミックスです。転がりの悪い台車、ああため息です。最後は搬出食堂車の
サハシ165同士の比較です。上が加藤、下がトミックスです。どちらもよくできています。屋根上はウェザリングしちゃってます。通路側のディティールも両者にほとんど差がありません。気になるのは AU12 クーラーの形、キノコ型の傘裏部分、屋根から斜めのトミックスに対し一度垂直に立ち上がって斜めに上がっていく加藤。これは長年憧れてきた僕の目に焼き付いている記憶からすれば加藤の形状が正しい気がします。あ、ここの点検蓋の大きさが全然違います。これはプロトタイプが違うんでしょうね。解釈の違いにしては違いすぎます。これ台車だけなんとか今の台車に変えられないですかね。当時の設計ミスを認めて半額ぐらいで交換してくれるとか。そうしたらガゼントミックス見直しちゃうんだけどな。そう思ってる人多いんじゃないのかな。出来がいい製品だけにコレクション棚の肥やしにしておくのはもったいないですよね。トミックスの165系中山道線急行奥武蔵の収納箱、写真かっこいいですよね。コレクションとしては気に入っているんです。
今回は視聴者様のアドバイスによって12両収納の電気スタイルの収納箱を14両用に作り替えたお話でした。屋根上に検電アンテナがある硬直流電車では無理でしたが、今回のように直流電車なら可能でした。ということは20メートル級の気動車や客車なら、今回のアイデアを生かした14両収納箱が作れそうです。チャンスがあればまた作りたいと思いました。今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録をお願いします。あとで画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。